こんにちは、茂木和也です。今回は購入品の紹介動画となります。茂木和也のチャンネルですから、お掃除グッズの紹介ということになりますが、今回紹介するのはこちらです。鬼滅の刃と花王のコラボ商品となります。全部で4種類出ていましたので、それぞれ2つずつ購入しました。ちょうど今ですね、花王で年末の大掃除に向けたキャンペーンをやっておりまして、そのキャンペーンも鬼滅の刃とコラボしたキャンペーンなんですけれども、そのキャンペーンをですね、条件がありまして、その条件をクリアするとオリジナルグッズをもらえるというキャンペーンみたいですね。でそのキャンペーンに合わせて花王の商品自体も鬼滅の刃とコラボして、この度数量限定で発売になったということみたいですけれども、すべて購入してみました。では一つずつ詳しく見ていきましょうか。まずはこの右側の、はい、こちらですね、ネズコがですね、ホームリセット泡クリーナーとコラボしてますね。ピンク色でいいですね。デザインが非常にいいですね。中身はですね、普通のホームリセットと同じだと思いますから、詳しく解説とかはしませんけれども、気になる方は以前解説動画上げてますから、そちらをご覧いただければなというふうに思います。その隣がですね、バスマジックリンが伊之助とコラボしてますね。はい、これもデザインがいいですね。薄いブルーで、うん、いい色合いですよね。でバスマジックリンは何種類かありますが、このコラボの中身はですね、無香料となって出ますし、アルコール成分プラスと書かれていますので、こちらのバスマジックにアルコールプラスが中身だと思いますね。はい、私はですね、基本的にはお風呂掃除にバスマジックリンを愛用してますし、中でもこのバスマジックリンアルコールプラスがいいなと思って使っていますので、これはですね、嬉しいですね。うん、息子たちも鬼滅の刃とコラボしたバスマジックリンにもし興味を持ってくれたらですね、進んでお風呂掃除を手伝ってくれるなんてこともあるかもしれませんが、どうなんでしょうね。はい、でその隣、こちらがですね、トイレマジックリンですね。トイレマジックリンが善逸とコラボをしております。トイレマジックリンは使うことがこれまでこの家に住んでから一度もないんですよね。なのでかなり久しぶりに使うことになりましたけれども、こういったですね、コラボ商品のきっかけがなければまずは買うことのがなかったトイレマジックリンですけれども、これについてはちょっと成分だけ確認してみましょうか。中性ということで、これが嬉しいですよね。そして界面活性剤が 3% アルキルトリメチルアンモニウム塩ということで、これカチオンの界面活性剤なんですよね。おそらく除菌効果があると思います。トイレ用洗剤にこのアルキルトリメチルアンモニウム塩を使うというのはトイレマジックリンだけじゃなくて、サンポールもそうなんですよ。サンポールは主成分が塩酸なんですけれども、少し泡立つじゃないですか。その泡立ちが界面活性剤なんですけど、同じくアルキルトリメチルアンモニウム塩を使ってますね。そして金属封鎖剤、泡調整剤、安定化剤ということで、バスマジックリンと似てるんですけれども、界面活性剤の種類と濃度は大きく違ってますけれども、でもこのトイレマジックリンでお風呂掃除もできなくはないですし、逆にですね、バスマジックリンでトイレ掃除をしても何ら問題ないということにはなりますけれどもね。そして最後がですね、主役の炭治郎がコラボしたクイックルワイパーですね。主役がクイックルワイパーとコラボしてるということですから、花王さん的にはこのクイックルワイパーを一番売りたいんでしょうか。ちょっとそこがわからないんですけれども、キャラクターの人気がですね、必ずしも主役が一番人気あるかというところもちょっとわからないんですが、こういった人気アニメとのコラボというのは花王ではよくやるんですよ。私も近くのお店にですね、もし置かれてるようなことがあれば見つけてすぐ購入するんですけれども、私が住んでいる秋田は田舎ということもありまして、なかなかですね、こういったコラボ商品が並ぶということはうちの近所だけかもしれませんがないんですよね。今回はなので、この鬼滅の刃のコラボ商品はネットで購入しました。で以前ですね、ドラゴンボール Z ともコラボしたことがあって、その時は記憶が定かであればトイレマジックリンがフリーザと
コラボしてですね、紫色のこのスプレーボトルだったんですよね。そしてバスマジックリンが悟空だったと思うんですよ。なのでその時は主役がですね、バスマジックリンだったんですよね。そして当時ホームリセットはなかったんで、ピカッと輝くシート、これがですね、そのあたりに発売になったばかりだったと思うんですけども、それもですね、悟空とコラボをしていました。悟空が太陽拳を、ご存知の方だったらお分かりになると思うんですけれども、太陽拳、まさにですね、ピカッとこう照らすような技なんですが、同じように綺麗にピカッとなりますよということなんでしょうね。悟空が太陽拳をしているところがですね、パッケージについてると。そしてもう一つあったんですよ。それがまだ持っているんですけれども、はい、こちらトイレクイックルですね。はい、シェンロンがついている。で、その時も5年ぐらい前だと思うんですけれども、一通り購入したんですが、全部捨ててしまってですね、残るはこのケースだけということで、捨てなければよかったなという思いがあったんで、今回はそれでですね、2つずつ購入して、1つは使ってですね、もう1つはしばらく持っていようかなと思って2つずつ購入しました。こちらの3種類の洗剤については、中身は同じで、パッケージデザインだけが変わってるということになると思いますが、このクイックルワイパーについてはデザインも変わってるようですので、早速ですね、開けていきますね。このクイックルワイパーを使うのもかなり久しぶりなんですよ。だから開けて組み立てたらですね、実際に使ってみようかなと思っています。お、絵が黒ですね。はい、ブラック、これはこれでいいですね。絵が黒で、はい、ヘッドのところも黒。そしてクイックルワイパーの立体吸着ウェットシートが1枚入りが1つ入ってます。それとそれぞれのキャラクターのシールと服の模様のシールが入ってますね。これでデコレーションできますよということなんでしょうね。では組み立て方見ながら組み立てていきたいと思います。今はちょっと形が変わりましたね。ここも角がなくなって、ここに入れ込みやすくなって感じがしますね、見た目的には。 あとここがちょっと膨らんでるんですね。あ、これだと圧がかかって汚れが落ちやすいと思いますね。真ん中がちょっと膨らんでますね。いつから変わったかわからないんですけれども、ほんと久しぶりに買いました。これは全部同じパーツということでいいんでしょうね。これが持ち手のところですか。持ち手のところに差し込んで、あ、こうやってカチッといくと OK ですね。で、こうやってつなげていって。はい。そして、ヘッドと、つなげて。これで OK ですね。あ、黒いいですね。うん。はい。では、せっかくなので、このシールでデコレーションしていきましょうか。はい。こんな感じですね。持ち手のところにシールを貼ってということみたいですね。まあ、どこに貼っても、いいんでしょうけれども。では炭治郎貼っていきますね。こういう感じで貼って、そしてこの模様のシールを、はい、できました。こういう感じですね。では実際に拭いていきます。一緒に入っていた吸着ウェットシートを開けて、あ、すごい水気が多いですね。洗剤がたっぷり入ってるんでしょうね。はい、シートを床に置いて、ここに入れ込むと、コラボ商品だからこんなヘッドっていうわけじゃないですよね。全部これに変わってるんでしょうね。ほんとしばらくぶりにですね、買いましたんで、いつから変わったのか、コラボじゃないものがこのような状態なのかもわからないんですけれども。はい。では炭治郎のクイックルワイパーで実際に拭いていきます。うん、スルスルいきますね。ほんと滑らかに拭けますね。拭きやすいですね。
あ、ここにこびりついた汚れがありました。ここいきますね。うん、取れました。すごく拭きやすいです。シートがスルスル拭けるので反転することもないですね。くるんとこうブレーキがかかって非常に拭きやすいです。せっかくなんでキッチンの床も拭いていきます。はい、実際にクイックルワイパーで床拭きをしてみたんですけれども、感想としてはスル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 拭けてとても快適でした。これまでウェットタイプのクイックルシートは何度も使ったことがあるんですよ。今もウェットシートは常備しておりまして使っているんですが、この純正の花王のクイックルワイパーにセットして使うということはこれまでなかったんですよね。どこのメーカーのものかはちょっと記憶にないんですが、他社のお掃除ワイパーにセットして拭いているんですよ。ただそれよりもスル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 拭ける感覚がしました。それはなぜかというと、やっぱりこの裏側ですよね。真ん中が盛り上がってるんですよ。横から見ると分かりますけれど、ここだから拭きやすいんでしょうね。それとただここ真ん中盛り上がってるだけじゃなくて、両サイドに空気穴があるんですよ。ここ押されるとここから空気が出てくような作りになってるんですけれども、こういったところも拭きやすさにつながってるんでしょうね。久しぶりに見たら裏がですね、もうすごく変わっていてびっくりしました。あと表面の方もですね、変わってますよね、前より。今日1回では特に感じませんでしたけれども、ここのですね、穴にこうシート入れ込む時も入れやすくて、そして外れにくくなっているんでしょうかね。確かに外れにくさは感じました。さっき汚れたシートをですね、取ってゴミ箱に捨てたんですけれども、その取る時ももうしっかり引っかかってる印象でしたね。だから拭きやすい。あと拭きやすさにつながる部分では、今日使ったシートが新しいものだということと、1枚入りで開けてすぐ使ったので、開けて触った時にも感じたんですけれども、非常にウェット感がありました。普段使っているのは何枚か入ってるものですから、最初に開封して使う1枚目よりも時間が経てば経つほど後に使うものの方が乾燥してくるでしょうからね。そういったところもですね、拭きやすさに関係してくるところでありますが、とはいえ何といってもこの裏側の仕組みでしょうね。ということで今回は鬼滅の刃と花王のお掃除グッズのコラボ商品をご紹介しました。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。